今回はスチュワートの定理を使って中線定理の導出をしていこうと思います。このような三角形に対し角 APB を θ として三角形 ABP に余弦定理を用いると cosθ はこのように表せます。同様に三角形 ACP にも余弦定理を用いると cos180°-θ がこのように書けます。 cosθ は -cos180°-θ になりますからこのように書くことができて、式を整理すればこのようになって m+n は a ですからこのように書けます。これがいわゆるスチュワートの定理ですが、 m イコール n の時このようになるので式を整理すれば中線定理が出てきます。スチュワートの定理は知らなくても問題ありませんが、もし知っていれば AP が角 BAC の二等分線になるとき、内分点の性質から M と N がこのように表せるので、1に代入してあげればこのようになって、 AP について整理すれば AP 二乗が BC-MN という非常に綺麗な形で表せることがわかります。より一般化された公式や定理は非常に汎用性が高いので、興味がある人は覚えておくと役に立つことがあるかもしれません。